穏やかだった夫は、結婚して以降一変してしまった。一致は虐げられることが当たり前になった。夫から怒鳴られ手を挙げられ、毎日が地獄のような生活だった。夫からの要求はどんどん高くなり、いくら一致が頑張っても夫が認めることはなかった。一致の家事のできてなさに夫は苛立ち、ついに主婦は畳一畳で生活しろと一致に命令した。夫に逆らうと余計怒らせることになるため、一致は夫の命令に従うしかなかった。しかし、夫の生活の質がどんどん落ち、一致は予想外の修羅場に巻き込まれていった。主婦は畳一畳で生活しろと夫に言われたので従ったら、まさかの結果になった。私と夫の出会いはお見合いだった。私の父と夫の父が仲が良く、互いに勧められるままお見合いすることになった。当時二人とも恋人はおらず、お見合い時には特に不満もなかったので、そのまま結婚することになった。夫の第一印象はおとなしい人だった。無口で口下手で、自分の考えていることを口にするのが苦手だった。苦手な割に一生懸命に話そうとしてくれていて、そこが印象的だった。彼の言葉には嘘がないと感じた。誠実な人なんだなと思い込んでしまった。俺の友人の息子というだけでお見合いを持ってきたけど、あの人ならきっと大丈夫だろう。勝手に見合い話を持ってきて母から猛烈に怒られていた父だったが、夫のことを気に入った様子だった。ちなみに、母はもう少し頼りがいがある人がいいと文句を言っていた。母の勘はさすがに鋭い。母も最終的には悪い人じゃなさそうだから、と夫のことを認めていた。相手の両親にお見合いの結果を伝えると、涙を流してとても喜んでくれた。年齢イコール恋人いない歴で、同性の友人も一人しかいなかった夫の結婚のことは、諦めていたらしい。自分たちがいなくなった後の夫はどうなるのか、彼らは心配していた。断られることを覚悟して、私の父にダメ元でお見合いを提案したそうだ。全部両親の言う通りにしか動けない時点で、すでに地雷臭がすごい。年齢イコール恋人いない歴って今では珍しくないかもだけど、やっぱりどこかダメな部分がある気がする。結婚が決まった時は、互いの親戚をできるだけ集めて、夜通しお祝いという名の飲み会が開催された。特に夫側の親戚が多く集まり、夫が結婚するなんてと、驚いていた。父二人は子供の結婚にお酒を飲みながら涙し、母二人はお互いの推しのアイドルについて話していた。久しぶりに会った人や初対面の人には、ただただおめでとうと言われた。夫はこういう場に慣れていないらしく、終始居心地悪そうにしていた。お祝いの言葉をかけられても、ありがとうございますと会釈をするだけだった。夜遊びとかの心配はしなくても良さそうだ、と改めて思ったのを覚えている。こうしてお互い問題もなく周囲に祝福されるまま始まった結婚生活は、一言で言うと最悪だった。夫は強い人の前ではおとなしいが、自分よりも弱い人には強く出る人だった。うとめや親戚たちの前では素直で無口な人を装っていたけど、実際は無楽の人だった。毎日のように暴言を吐かれ、時には手を出されることもあった。結婚初日のことは今でも忘れられない。今まで見てきた夫が突然全くの別人になったのだから。おい、飯。それと飯食い終わったら、すぐに風呂だから。結婚式が終わり家に帰った途端、夫は私に命令した。私の顔を見ないで、携帯をいじったままの状態だった。優しく話す夫の口から出たとは到底思えないような、激しい口調だった。夫の突然の言動に驚いたけど、結婚式で疲れているのかと思い、私は言われるまますぐに夕食の準備をした。結婚式はそれぞれの両親がお金を出し、随分と豪華なものになった。お色直しが5回もあったりと、やることがとにかく多く、確かに大変な一日だった。夫の疲れが少しでも取れるように、私は丁寧に夕食を作った。夫に手料理を食べてもらうのはこの日が初めてだった。今まではなぜか機会がなかった。30分で5品ほど作ったと思う。事前に留めから夫の大好物だと教えてもらっていた唐揚げも作った。結婚が決まり実際に結婚するまでの半年間、私は花嫁修行と称して料理学校に通っていた。もともと自炊をする習慣があった私は、少しだけ料理に自信があった。短時間で出せるクオリティとしては、なかなかのものだと自負していた。しかし、夫は私が作った料理を持ってきたら、遅いと怒鳴りつけてきた。父以外の男の人に大声を上げられることが初めてだったから、夫に恐怖を感じた。もう30分も経っているだろ。一体何をしていたんだ。俺はお前と違って忙しいんだから、もっと短時間で作れ。私が何も言えないでいると、夫は大きく舌打ちをし、無言で作った料理を食べ始めた。まっつ、なんだこれ。人が食うものか？犬の餌の方がもう少しマシだろ。疲
疲れている夫に、よくこんなものが出せるな。こんなの犬でも食わねえぞ。夫は一口料理を口に入れた瞬間、顔をしかめに苦々しい表情を浮かべた。何度も味見をしたので、そんなはずはない。反論したかったけど、夫が怖くて体が動かなかった。明日からはもっとマシなのを作れ。お前は専業主婦だから、せめて自分の仕事は全うしろ。乱暴な口調で言った後、夫はまずいと怒鳴りながら夕食を食べ続けた。夫は食べ終わるとすぐにお風呂へ向かった。だけど、すぐに戻ってきた。風呂の準備をしろって言っておいただろ。なんでやってないんだ。初めて人に張り倒された。あまりの痛さに思わず泣いてしまった。泣いている暇があったら、早く風呂の準備をしろ。俺は飯がまずかったからイライラしているんだ。夫は私が泣くとますます苛立ったらしく、その後夫の気が済むまで手を挙げられ続けた。ごめんなさいと謝ることすら許されなかった。何か言おうとするたびに夫の手が飛んできた。夫の言動に驚き固まってしまった自分が悪い、としか考えられなかった。お見合いでこんなハズレを聞くことあるんだ。結婚したくなくなってきた。うとめに相談したくてもあれだけ喜ばれたら、言い出しにくいよな。間違いなく離婚一択の夫だな。相手に手を出すなんて、ありえない。結婚初日はたまたま夫の機嫌が悪かっただけ、普段はいつも通り優しい人だ。そう思い込もうとしたけど、現実はそんなに甘くなかった。翌日以降も夫の言動は何一つ変わることなく、夫の気に入らないことがあると怒られる日々だった。自分の好きなものが食事の際に出てこなかった。髪の毛が一本部屋に落ちていた。夫の見たかったテレビ番組が、突然ニュース番組に変わった。雨の日に部屋干しをした。理由はその時々によって違った。なんで専業主婦なのにできないんだ。俺が好きでもないのに働いてやっているおかげで、お前は食べていけるんだろ。もっと自分の立場をわきまえて、行動しろよ。今のお前は全然俺の役に立ってないじゃないか。夫の口癖だった。しょっちゅう私に言っていた。私を怒った後に言うことが多かったかな。夫は仕事が大嫌いだった。人並みには仕事ができるみたいだったけど、人と接することが何よりのストレスになる人だった。一日中誰とも喋らないでできる仕事はあるにはあるが、あまり給料は高くない。夫は仕方なく、人と話さざるを得ない営業の仕事をしていた。上司や取引先の人に理不尽なことを命令されることもあったのだろう。夫はいつも家に帰ってくるたびに、誰かの悪口を言っていた。そんなに嫌なら転職すればいいのにと思っていたが、夫に言うことはなかった。夫は私に意見を言われることを何よりも嫌がっていたから。夫には今の仕事を辞めることができない事情もあった。宇都の紹介で入社していたのだ。強い人の前では自分の意見を話せない夫は、就職活動に苦労した。面接でうまく答えることができずに、不合格の通知が届く日々だったらしい。息子の将来を不安に感じた宇都が、つてを頼って用意した職場が今働いているところだった。実の親である宇都にすら本当の姿を見せられない夫には、会社を辞めることは不可能だった。だから夫は向いていない仕事を無理して続けていた。そのストレスが全部私に来た。私で発散させていた。少しでも反抗すると夫によりひどい目に遭わされることを経験した私は、絶対に逆らわなかった。それでも夫からは逆にムカつくと張り倒されることもあった。初日から破綻していた私たちの結婚生活には、もちろん楽しい思い出なんて一つもない。行くはずだった新婚旅行はいつの間にかなくなっていた。結婚して1年は夫との新婚生活を楽しみ、その後は子供を産んで夫と一緒に子育てをする。結婚前に夢見ていた結婚生活になることは、絶対になかった。別に子供が生まれなくても、夫と二人で温かい家族を作ろう、なんて本気で考えていた。子供が生まれたらもっと地獄だよ。子育てと夫の相手との両立は無理。夫のような父親がいたら子供も不幸になるだけだから、産まなくて正解。好きな仕事ができている人なんてほとんどいないのを、夫は理解しているのか。結婚後、私は一度も実家へ行くことを許されなかった。夫の普段の言動がバレることを、夫は嫌がった。もちろん告げ口したらどうなるかわかっているから、言うつもりはなかったけど、夫は許可しなかった。黙っていても親は子供の異変に気づくものらしい。電話も夫のいる前でしかできなかった。私が余計なことを言わないように、電話するたびに夫は私を見張っていた。夫がいない時にこっそり電話しようとしたことが一度だけあった。だけど、携帯に監視アプリを入れられていて、一発でバレた。俺に黙って電話して、何を言うつもりだったんだ。親に俺のことを告げ口する気だったんだろう。帰ってきた夫にボコボコにされた。
事情を伝えようとしても聞く耳を持ってくれなかった。義実家にも行くことはなかった。夫が義実家を嫌っていて、誘われても断っていた。うとめとの電話も制限をかけられていた。私の親と同じく夫のいる前でしか話せない。最初に夫が話し、それから私が変わることが多いため、夫がそのまま切ってしまい話せないこともあった。うとめからかかってきても無視するように言われていた。うとめからは専業主婦なのに忙しいのかと、尋ねられるほど彼らとの交流はなかった。この時うとめは私のことをよく思っていなかったらしい。義理とはいえ彼らの娘になった私と、もっと関わりを持ちたいと思ってくれていたそうだ。夫は一人っ子だったから、娘が欲しかったんだって。二人とも娘とやりたいことがたくさんあったらしい。日中は電話にも出ない、義実家にも来てくれない。結婚したくなかったのかもと心配してくれた。私の親にまで相談していたそうだ。だけど私の親もなぜか私と連絡が取りづらかった。うとめと同じく日中は電話に出ず、夜になって折り返しかかってくることしかなかった。電話が繋がっても、娘はあまり結婚生活について話そうとせず、いつも数分で電話が終わる。私の親とうとめは私の身に何かあったのかと、心配した。実の親である両親ですらうとめと同じ接し方だった。4人は違和感を感じたらしい。結婚して3年、夫婦揃っているところを見たことがないことにも気がついた。何度帰省するように言っても、毎回何かと理由をつけて断られていた。結婚する前の私からしたら考えられないような行動だとうとめは思い始めたらしい。飲み会の時、なかなか話せない夫の代わりに親戚たちに対応していた私のことを覚えていた。あんなに気が利く人が結婚して一度も顔を見せず、電話もすぐに切れる状態になるわけがない。4人は夫のことを疑い始めた。もしかして私に危害を加えているのではないかと。専業主婦である私が日中電話に出ない、彼らの誘いにも乗らないのはおかしかったから。うとめと私の両親は頻繁に夫に電話するようになった。私の様子を確認するために。夫は私が元気だと言って毎回乗り切っていた。いつもよりも長めに私と電話させたりもした。通話をスピーカーにしていて全て夫に筒抜けだったからもちろん変なことは何も言えなかった。夫はなぜ4人が急に私のことを心配しだしたのか、理由がわからなかった。何度も何かあったのかと確認されたが、もちろん私にもわからない。いつも夫の回答が同じであることに4人は気づいた。夫への疑惑が確信に変わりつつあった。だんだん4人が夫に色々と聞くことが増えた。1時間近く話していることもあった。仕事じゃないのに強い人と話すことになって、夫の機嫌は常に悪かった。どうせお前があいつらに告げ口でもしたんだろ。俺が困ると分かっててやるなんて、最低だな。私が自由に人と電話できない状態なのを知っているのに私が彼らに言ったと思い込んでいた。プライベートでストレスを発散していたのに、まさかのプライベートもストレスとなった夫。仕事でもミスをするようになったらしい。上司から怒られることが増えたとイライラしていた。何をしても夫に怒られるようになった。それまではどうしたら夫に怒られないのか、ある程度わかるようになっていた。だけど、この時期は以前怒られなかったことでも急に怒鳴りつけてくることが増えた。料理は何を出してもまずいと言われ、掃除はゴミが落ちていないのに汚いと言われた。私に怒っている最中にも誰かから電話が来ると、余計に怒られた。電話に出ないと、誰かが家に突撃してきて今の状態がバレるかもしれない。夫としては絶対に避けたいことだったので、電話に出ないわけにはいかなかった。お前は専業主婦のくせに、どうして何もできないんだ。俺が養ってやってること理解してるのか。俺がいないとお前は生きていけないだろ。よく考えたら専業主婦には畳一畳で十分だな。今日からは畳一畳で生活しろ。少しでも畳一畳からはみ出ると、二度と親に会えなくなるからな。もちろん俺の仕事中もだ。家の中に監視カメラを置いてずっと確認してやる。とうとう爆発した夫に、畳一畳で生活するように命令された。この命令は私にとって夢の言葉だった。料理も洗濯も掃除も何もしなくていいからだ。私が与えられたスペースは和室の一畳。キッチンや洗面所から一番遠いところだった。そこからはみ出さずに何かすることは、絶対に無理だった。結婚して4年、私にとって初めての休日だった。言っちゃった手前、夫はやっぱなしってできないから当分は一人で全部しないといけないのか。専業主婦のことを舐めている夫には、いい薬だな。まさか自滅するとは思わなかったけど。夫は料理も掃除も洗濯も何もできなかった。料理は出前やコンビニに行けばなんとかなる。洗濯はボタンを押すだけで乾燥までやってくれるから、特に難しくはない。掃除はやらなくても生活に支障はないから大丈夫。
夫は一人でもなんとかなると思っていた。以前は朝起きたらスーツの準備ができている状態だったけど、私が動けないから自分でやるしかない。私の畳1畳での生活初日、夫はどうしてスーツがないのか理解できなかった。私に準備しろって怒鳴りたくても、畳1畳から動けない私には無理だった。やっとのことでスーツを見つけ、夫は来た。だけど、アイロンはかかっておらずヨレヨレだった。その日は朝ごはんを食べる時間がないまま、夫は出社した。大事な商談があったらしく、汚いスーツを着ていった夫のせいで、商談はまとまらなかったらしい。上司からかなりきつく絞られやっとの思いで帰宅しても、ご飯もお風呂も自分で準備しないといけない。お風呂のため方を知らなかった夫は、人生で初めてシャワーだけで済ませた。一週間もするともう夫は限界になった。仕事と家事を両立することが彼には難しかった。コンビニや出前だと食費が高くなることに気づいた夫は食事の回数を減らすことで何とかしようとした。一日に一回しか食べないと頭が働かず、新人でもやらないようなミスを連発した。毎日同じヨレヨレのスーツを着て出勤するようになった夫は、当然上司から怒られ続けた。営業は身だしなみも仕事の一環で、相手に不快感を与えないように気を配る必要がある。今の夫の身だしなみは誰が見ても不潔で、不快感しか与えなかった。仕事もプライベートも全てがうまくいかなかった。私に当たっても自分が動くしかなかった。自分で自分の首を絞めたことを、夫は認めるしかなかった。私と直接会って話がしたい、私の両親と乙女から提案されたのはこの時だった。断るとより彼らから怪しまれる可能性があったため、夫は提案を受け入れるしかなかった。4人はすぐにでも会いたいということで、週末に私たちの家に来ることになった。だけど、私は当日彼らに会うことはできなかった。2週間畳1畳での生活は、食事とトイレの問題があった。畳1畳からはみ出してはいけないため、キッチンやトイレに行くことはできない。だけど夫は私のために動くことを嫌がるため、頼むことはできなかった。500ml の水だけで2週間耐えた。初日に持ってきていたのが正解だった。最後の方はとにかく眠くて仕方なかった。夫から乙女と親が来ると聞かされた時も、目をつむりそうになると夫が手を挙げるので、その時だけは起きていられた。4人が来る当日、私はすっかり寝落ちしてしまった。そして、目が覚めると病院のベッドの中だった。助かったのか。安心した。少しでも乙女と両親が来る日が遅かったら、一気は危なかったんじゃない？自分がどうして病院で寝ていたのか、すぐにはわからなかった。点滴をいくつもつけられていて、心電図みたいなのもあった。しばらくぼんやりしていると、誰かが病室に入ってきた。その人は私が目が覚めたことに気づくと、バタバタと部屋を出ていった。すぐに両親と乙女が寝ている私のところに来た。乙女と母は泣いていた。どうして自分が病院にいるのかを尋ねると、乙が厳しい顔で話し出した。息子は逮捕された。びっくりして起き上がろうとしたけど、力が出ずにできなかった。4人はあの日私たちの家に来ると、夫から私が体調不良で寝ていると説明された。せめて顔だけでも見たいと、止める夫を振り切っては室に入ると、ガリガリに痩せた私が横たわっていた。全身あざだらけで何があったのか4人は瞬時に理解したらしい。嘘が違うとか言い訳をする夫に一発食らわせ、救急車と警察を呼んだ。私と母二人が救急車に乗り、父二人は警察の対象した。夫は傷害罪で現行犯逮捕された。私は3日間眠っていたことも教えてもらった。もし1日でも遅かったら危なかったとも。許してくれとは言わない。何でもやる。お金も払う。償いは絶対にする。乙女は泣きながら私に土下座した。夫との離婚は確定だった。結局私は入院費だけもらって慰謝料はもらわないことにした。夫は有罪となって罰を受けることになった。そのため、夫は会社を解雇された。逮捕と解雇が夫にとって一番の罰だと思ったので、入院費以外は受け取らなかった。夫の動機は、私が自分よりも立場の弱い嫁であるということを理解させたいとのことだった。結婚前の飲み会で、私が夫の代わりに親戚の相手をしていたことが、内心気に食わなかったそうだ。夫としてどう振る舞うべきなのか、一人しかいない友人に相談した。すると一人が嫁に力を見せるといいとアドバイスしたらしい。女はどう頑張っても男に力で負けるから、力で支配するべきなのだと。夫は友人たちの言葉に納得し、実践した。それが私たちの結婚生活だった。もちろん私たちは離婚した。結局最後まで夫は私に謝らなかった。乙女には何度も何度も頭を下げられた。自分たちがもっと気にかけていればと後悔していた。
夫は自分の本当の姿を乙女に知られていないと思っていたが、乙女は気づいていた。夫の弱いものだけ強く出る性格は、小さい頃から出ていたらしい。大きくなるにつれて落ち着いてきたように見えていたので、安心していたそうだ。乙女は私の様子が変なのは夫のせいと、気づくことができた。そのおかげで私はなんとか生きているので、乙女には恨みなんてない。夫との離婚後も定期的に会っている。今までできなかった話をたくさんした。乙女は夫と縁を切ったため、私を本当の娘のように可愛がってくれた。夫が逮捕されて5年。仕事を通じて出会った人と、私は結婚することになった。結婚式の招待状を二組の両親に見せると、二組とも同じ反応をしていた。もしもあなたに一致のような夫がいて、今回のようなトラブルを抱えていたらどうしますか？コメントにて教えてくださいね。それでは今回はご視聴ありがとうございました。ちなみに、人に傷害を負わせた時点で傷害罪は成立します。家族間でも変わらないため、万が一の場合は通報しても問題ありません。